ましておはようございます。じゃあ時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。これよりですね、平成29年度アガリティダプラン事業公開プレゼンテーション審査を行いたいと思います。本日はですね、南城市内の中学校、5校からですね、審査員の推薦がありまして、ご協力いただいております。今日はよろしくお願いいたします。今日10団体の発表を予定しておりますが、式次第に沿ってですね、進めさせていただきたいと思います。それでは、中田区陸自治会の皆様、準備の方はよろしいでしょうか。それではですね、私の方で合図いたしますので、プレゼンテーションの方、始めていただきたいなと思います。それではですね、中田区陸自治会によります世代をつなぎ大切なものを伝えたい中田区壁画プロジェクトです。ではよろしくお願いいたします。では一番バッターということで、中田区理事会の方から提案をさせていただきます。まず自己紹介をさせていただきます。私、自治会長をやってます山川と申します。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。私初期しております幸喜と申します。よろしくお願いします。おはようございます。私お手伝いの大城と申します。まず、中田区壁画が南城市のどの位置に集落があるかというのをちょっと審査員の皆さんに説明をしたいと思います。お願いいたします。これが今南城市の全体の、地形にですね、ハートの町ということでハートの格好をしているところになります。で今現在、新庁舎、南城市新庁舎を経て行ける11ホテルがこの辺りになります。でそれに現在今いる場所、こちら、役所の玉城庁舎の場所ですね、今現在いるところで、今回プレゼンを応募している中田区理事会というのはこちらです。ちょうどこの沿いにグスク道路、ご存知ですかね、グスク道路公園がこの辺にあります、ね、そのグスク道路公園から東側に突き当たったところが中田区理事会がある箇所になります。で覚えておいてください。では、これより進めてまいりたいと思います。まず、中田区壁画を知っていただくために素晴らしい文化財がございます。まずそこから紹介していきたいと思います。ミントングスク文献にあると、大昔奄美京が初めて三浦海岸の八原塚さんに上陸し、浜川滝の岩陰で仮住まいをした後、ミントングスクに安住したと言われ、沖縄民族の発祥の地としても伝えられる重要なグスクでございます。次に中田区壁画が、これは国指定文化財になっています。大正元年に津堅島の石大工に依頼し築かれたもので、共同風呂場等が昔はあったんですが、前の第二次世界大戦、沖縄戦において風呂場が崩壊されました。平成7年6月27日に、国の重要文化財として指定され、その後平成14年から16年におけて、保存修理工事が行われ、共同風呂場等が復元されております。次に永田右岸行事でございます。
市の無形文化財に指定されております。昔鶴が加えた稲穂を3名の方が、稲作で稲作を始めたということで稲作の初めて言われています。その一つの田んぼにおいて区では、九州を初めの馬の日に、永田行事を行っております。その行事の様子であります。綱引き、中中に綱引きでございます。100年前に首里の方からの首里から習った綱引きが今現在、継承されて首里綱として中中が今、保存しているというか中中のみで行われているところでございます。今現在しかしながら、全国的な少子化の流れによって我が国においても若い世代子どもたちの、が少なくなっている現状で、伝統文化の継承継続は難しくなっているところがあります。そこで今後府の伝統文化引き画として計画をしております。で今の、画面の方がイメージとしてこういう壁画を作ろうということで今計画をしております。はい、じゃあ時間となりましたのでこちらで発表を続けさせていただきます。それでは質疑応答に参りたいと思いますので審査員の方で質問がある方は挙手でよろしくお願いいたします。この壁画を作成する場所は図にあったあの場所なんですか。はい、その今のブロック塀を利用してやる予定でいます。ただまだ確定ではないですが今、そういう方向で進めています。はい、あれこの場所は人目につきやすい場所っていうことですか。頭のですね一番中心でですねこのブロック塀の右手の方に公民館がございます。その公民館の隣ということになります。わかりました、ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。はい、今現在行事に参加している子どもたちの人数はどれくらいですか。ですね、まあ、人数を数えたことはないんですが今小中の今の中で区の、現状としては中学生がもう3名程度小学生が6名程度ということでだいぶ少子化の波が来ているということでだいぶ少なくはなっています。集められているんですか。予算につきましては、今年度の、総予算の総会の中で、予算をこれを使ってもいいということでの承認はいただいています。ありがとうございました。この同年代ぐらいの中高生はあまりこういうのを作るのに参加したがらないと思うんですけどどうやって参加させるようにするんですか。地域のやっぱり活性化という意味では、小中並びにお年寄りも含めた集落の、方を、みんな参加をしてもらうということが一番大事だと思うんですけどそういったのを含めて、まあ、これからなんですがそれの実行委員会みたいなのを作りながらですね今後進めていきたいということで考えています。ありがとうございます。壁画に塗る塗料っていうのは何を使うんですか。
これもですね、看板を専門にしている業者がいまして、その業者の指導のもとにやっていきたいということで思っています。ありがとうございました。中田仮地区の中だけでなく、他の地区にもアピールや、この企画をアピールや発信することは可能ですか？ですね、中田仮区は歴史的にも古いところがあって、でミントンとか中田仮ヒージャーガーっていうのは祭祀、拝みをする方々が多いんです。そういった方々が来てもらうことによって、そこをご覧になるということによって、その情報の発信源にもなるかと思っています。ありがとうございました。はい、じゃあ、そろそろ時間になりましたので、質疑応答のお答えを示させていただきます。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ中田君、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。